平野紫仕様、香港でのビトンファッションショーで炭治郎姿に反響。ファンの心を掴んだ歯磨き姿とは、最新のファッションシーンにおいて、アイドルや俳優たちが注目を集めることは珍しくありません。その中でも、元キングプリンスへの平野仕様、26。 が、香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッションショーに招待され、その姿がファンや SNS ユーザーの間で大きな反響を呼んでいます。彼のファッションセンスや、特に、炭治郎姿になぞらえられた瞬間について、今回の記事で詳しく探っていきます。平野市用の香港賞参加にファンが歓喜平野市用は、 キングプリンスへのメンバーとして活動していた経歴を持ち、神宮寺ゆうタと岸ゆうタと共にナンバーアイを結成しました。その活動の幅広さや個性的なファッションセンスが多くのファンを魅了しています。最近では、香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッションショーに招待され、その模様を SNS で披露しました。 彼はグリーンのダミエ柄のスーツに身を包み、そのスタイリッシュな姿勢が写真としてアップされました。ファンからは最高に素敵だった世界の平野仕様にまた一歩前進、世界のセレブの仲間入りといった賞賛の声が相次ぎました。特に彼が歯磨きしながら鏡で自撮りした写真が注目を浴び、そのキュートな姿に多くの反響が寄せられました。 炭治郎姿が話題沸騰兵や仕様のファッションセンスは常に注目されていますが、この香港賞では緑×黒の市松模様、ダミエ柄のスーツをまとったことが、鬼滅の刃の主人公である炭治郎を連想させるとファンの間で話題になりました。緑と黒のダミエ柄は、鬼滅の刃に登場する炭治郎の衣装に酷似しており、SNS 上では、 綺麗な墨二郎炭治郎炭治郎に見えた令和の炭治郎みたい上質な炭治郎といったコメントが寄せられました。特に、アニメや漫画のキャラクターとの類似性が見つかる瞬間は、平野仕様のファッションセンスがファンの心をつかむ一因となったようです。 歯磨き姿にファン歓喜、SNS で大反響香港賞における平野耀の印象的なファッションだけでなく、歯磨きしながらの鏡越しの写真も大きな注目を集めました。この写真に対して SNS 上では、歯磨き紫陽くんの写真が宝物、歯磨きしながらの鏡越しに目が合うのキュンとしすぎてしんどい。といったコメントが相次ぎファンたちの間で話題となりました。 彼の自然な姿勢や可愛らしい仕草がファンとの距離感を縮め、親しみやすさを生み出しているようです。平野紫耀のファッションに対する真摯な姿勢や普段の生活を覗かせるような写真が彼の魅力をより一層際立たせていると言えるでしょう。 平野紫仕様のファッションセンスがファンの心をわしづかみに香港でのビトンファッションショーへの参加や独自のファッションセンスが SNS へで大きな反響を呼び起こした平野紫仕様。彼の魅力は単なるアイドルや俳優としてだけでなくファッションアイコンとしても輝いています。特に炭次郎姿になぞらえられた瞬間や歯磨き姿など ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢が彼の人気を支えているようです。今後も平野仕様のファッションや日常に対するファンサービスが期待され、彼のファンベースは一層拡大していくことでしょう。彼の活動から目が離せないファンたちにとって、これからも新たな驚きと感動が待っていることは確かです。